ビビアーノ・フェルナンデスは、ブラジルの男性柔術家、総合格闘家、アマゾナス州マナウス出身、ファイトチーム、ビビアーノ所属、ブラジリアン柔術黒帯、現ン,ン世界バンタム級王者、元ドリームバンタム級王者、元ドリームフェザー級王者、極めの速さから、ザ・フラッシュの異名を持つ、スピーディーな動きで相手を翻弄し、一瞬の隙をついて、 関節技を極める。13歳から、ブラジリアン柔術を始めて、世界柔術選手権、ブラジル選手権での優勝など数々の柔術大会で実績を残す。2003年11月1日、日本で開催されたプロ柔術、デッサフィオでアギナルド・タバマサオと対戦し、開始24秒三角締めで一本勝ち。2004年7月29日、 ブラジル・サンパウロで開催されたプロ柔術デッサフィオニで渡辺隆史と対戦し6から4のポイント勝ち2004年10月23日ジャングルファイト3で総合格闘技デビュールイス・フィゴラにチョークスリーパーで一本勝ち2005年4月プロ柔術マイナス -06 で行われたギペナ級ワールドカップトーナメントに出場準決勝で 小室浩二決勝で、植松直也に勝利し、優勝を果たした。2005年10月19日、カリフォルニア州で行われたヒクソングレーシー主催の、武道チャレンジ6 0ラム未満級に参戦。1回戦で、エドワード・サンチェスに三角締めで一本勝ちし、決勝でも、勝村修一郎に三角締めで一本勝ちし、優勝。2006年10月28日、 カタック世界バンタム級タイトルマッチで、ユライア、フェイバーと対戦。バックマウントを奪うなど、有利に試合を進めたが、フェイバーの肘打ちで額をカットし、ドクターストップで TKO 負けを喫し王座獲得に、失敗した。2007年9月17日、初参戦となったヒーローズで、山本キッドのリフミと対戦し、腕しに十字固めを極めかけるなどしたが、判定負け。 2009年3月8日、ドリーム初参戦となった、ドリーム7のフェザー級グランプリ1回戦で、大塚隆と対戦し、判定勝ちを収めた。2009年5月26日、ドリーム9のフェザー級グランプリ2回戦で、今成正和と対戦し、判定勝ちを収めた。2009年10月6日、ドリーム11のフェザー級グランプリ準決勝で、 女王連と対戦し、開始42秒で必死に十字固めで一本勝ち。続く決勝では、高谷博之に判定勝ちを収め優勝を果たし、初代ドリームフェザー級王座に認定された。2010年3月22日、ドリーム13のフェザー級タイトルマッチで、弱気無根戦と対戦。主に打撃の攻防となり、一進一退だったが2から1の、 判定勝ちを収め王座の初防衛に成功した。2010年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2010で行われた、ドリームフェザー級王座の2度目の防衛戦で、高谷博之の挑戦を受け、0から3の判定負けで王座から陥落した。連勝が7で止まった。2011年9月24日、ドリーム、 17のバンタム級世界トーナメント1回戦で、ディープバンタム級王者の大塚隆と対戦し、チョークスリーパーで一本勝ちを収めた。2011年12月31日、元気ですか大晦日。2011のドリームバンタム級世界トーナメント準決勝で、コドルフォ、マルケス・ディニスに参加られの判定勝ち。決勝では、 アントニオ・バヌエロス・オパウンドで TKO 勝ちを収め、優勝を果たし、2階級制覇となる初代、ドリーム・バンタム級王座に認定された。UFC より、地元、カナダで開催される UFC149 で、ローラン・デロームと対戦予定と発表があったが、後日ビビアーノ本人が、自身の Facebook でこれを否定。その後、ズッファ社長のダナ・ホワイトも、 ビビアーノと契約を交わしていないことを認める発言をした。その後、東南アジアを中心に活躍する 1FC と契約を交わしたことが発表された。2012年8月31日、1FC 初参戦となった 1FC5 で、グスタボ・ファルシローリと対戦し、判定勝ち。2012年12月31日、ドリーム。 1 8グローリー4に出場し 63kg 契約で、前田義郎と対戦。流れるような寝技の展開の中で三角締めを極め、一本、勝ち。ワン世界王座獲得2013年5月31日、ワン FCQ、ライズ2パワーのワン、世界バンタム級暫定王座決定戦で、岡崎光悦と対戦し、判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 2013年10月18日、1FC11、トータルトミネーションの1世界バンタム級、王座統一戦で、正規王者、キム・スー・チョルと対戦し、判定勝ちを収め王座統一に成功した。2014年5月2日、1FC15、ライズ・オブ・ヒーローズの1世界バンタム級タイトルマッチで、挑戦者の上田正勝と対戦し、3から0の、 判定勝ちを収め王座の初防衛に成功した。2014年12月5日、1FC23、ウォーリアー、S a のワの1世界バンタム級タイトルマッチで、挑戦者のキムデファンと対戦し、リアネーキドチョークで一本勝ちを収め2度目の王座防衛に成功した。2015年7月18日、1チャンピオンシップ29、キングダム・オブ・ウォリアーズの1世界バンタム級、 タイトルマッチで CWFC バンタム級王者のトニータウルと対戦しパンチで小勝ちを収め3度目の王座防衛に成功した2016年1月23日ワンチャンピオンシップ37ダイナスティオブチャンピオンズのワン世界タイトル級マッチで挑戦者のケビン・ベリンゴンと対戦し木村ロックで一本勝ちを収め4度目の王座防衛に成功した 2016年12月2日、ワンチャンピオンシップ50、エイジ・オブ・ドミネーションのワン世界タイトル級マッチで、挑戦者のリース・マクラーレンと対戦し、2-1の判定勝ちを収め5度目の王座防衛に成功した。2017年8月5日、ワンチャンピオンシップ57、キングスコンチャーヤーズのワン世界タイトル級マッチで、挑戦者のアンドリュー・レオーネと対戦し、 リアネーキドチョークで一本勝ちを収め6度目の王座防衛に成功した。2018年3月24日、ワンチャンピオンシップ、アイアンウィルのワン世界タイトル級マッチで挑戦者のマーティン・ニューエンと対戦し、2-1の判定勝ちを収め7度目の王座防衛に成功した。2018年11月9日、ワンチャンピオンシップ、ハート・オブ・ザ・ライオンのワン世界タイトル級マッチで、 挑戦者のケビン・ベリンゴンと対戦し、1から2の判定負けを喫し王座陥落した。2019年3月31日、ワンチャンピオンシップ、エーニュエラのワン世界タイトル級マッチで王者のケビン・ベリンゴンに挑戦し、反則の後頭部への肘打ちを受けて、ダメージで試合を続行することができなくなり、反則勝ちを収め王座の獲得に成功した。 2019年10月13日、ワンチャンピオンシップ、センチュリーパート2のワン世界タイトル級マッチで、挑戦者のケビン・ベリンゴンと対戦し、リアネーキドチョークで一本勝ちを収め王座の初防衛に成功した。ありがとうございます。